北部の開発は完了しました。同じように南側でもやってください。指示が雑すぎませんか。ダディダディブ、欲しいのさ、あなたのすべてが。騙されたらそれでもいい、もっと震わせて見せてくれ、僕だけに笑顔の裏まで。愛に抱かれキラキラ燃えてしまいたい。前回までのあらすじ。サウスシティの北側、ビッグハーバー地区とスモールハーバー地区で、メトロ、トラム、BRT による放射交通と、LRT、トロリーバスによる環状交通を整備しました。これで、ビッグハーバー、スモールハーバー地区の開発はほぼ完了です。南側でも同じように開発してください。指示が雑すぎませんか？というわけで、サウスシティ南側の開発に取り掛かります。このエリアは、オウニカ共和国連邦でも最南端の市街地です。西側はレフトティップ地区、東側はライトティップ地区と呼びます。今回は、交通網の基幹となるメトロと放射方向のトラムトロリーバスを、ご覧のエリアで整備します。環状方向や低密度地域の交通整備は後日行います。まずはメトロ。これは、ビッグハーバー線とスモールハーバー線を、そのまま南に延伸します。北西方向、ビッグハーバーからのビッグハーバー線は南東のライトティップに、北東、スモールハーバーからのスモールハーバー線は、南西のレフトティップに延伸。従来、ビッグハーバー線とスモールハーバー線は、都心部で線路を共有していましたが、複々線化で解消します。線像は、既存線路の直上に行います。従来の複線はビッグハーバー線を、新設した複線にはスモールハーバー線を走らせます。複々線化に伴い、マッカラン付近で、アプローチ線路の付け替えを行いました。今回の延伸区間では、メトロ駅の間隔を広くし、速達輸送を担います。ビッグハーバー線の延伸区間、ライトティップ地区への延伸です。マッカランから順番に、アムラット、マックミラ、ランガタン。ランガタンで2方向に分岐します。片方は、カバラン、オウルと続き、オウルが終点です。もう片方は、山崎、ヨイチ、コーヒーグレーンと続き、最後にラガブーリンです。続いて、スモールハーバー線の延伸区間。レフトティップへの延伸です。エンジェルスエンビから順番に、ブルックラティ、キルホーマン、ティーチャーズ、ダルモア、そしてラガブーリンです。ビッグハーバー線とスモールハーバー線は、湖の南側を回る形で再び合流します。ランガタン長風林間は、両路線の電車が相互に乗り入れ、都心を経由せずにレフトティップライトティップ間を移動できるようにします。次に運行についてです。前回までに開業した区間での停車駅や経路に変更はありません。ビッグハーバー線急行は、マッカランを出るとアムラット、マックミラを通過し、ランガタンから先はスモールハーバー線との共用区間に入り、山崎、余市、コーヒーグレーン、ラブダーリンの順に止まります。ビッグハーバー線各駅停車は、マッカランを出ると、アムラット、マックミラ、ランガタンの順に停車し、ランガタンからはガバランオウルに進みます。スモールハーバー線急行は、ジャックダニエルを出ると、エンジェルスエンビ、ブルックラティ、キルホーマンを通過し、ティーチャーズに停車。ダルモアを通過。ラブダーリンから先は、ビッグハーバー線との共用区間に入り、コーヒーグレーン、余市、山崎、ランガタン、ガバラン、オウルと進みます。最後にスモールハーバー線各駅停車。ジャックダニエルを出ると、エンジェルスエンビからラガブーリンまでの各駅に停まります。続いてトラムです。今回の開通路線はローカル輸送を担います。都心部ジャックダニエルをターミナルとし、レフトティップライトティップ両地区の基礎大通り中央分離帯に軌道を敷きました。次にトロリーバス。こちらもローカル輸送を担います。レフトティップ方面のトロリーバスでは、ジャックダニエルをターミナルとし、トラムを入れづらい中央分離帯がない通りを経由します。ライトティップ方面は、トロリーバスの都心乗り入れを行いません。ライトティップ地区のトロリーバスは、トラムの行き届かないエリアを補完します。今回の交通網整備は以上ですね。さて、南部に着手したこのタイミングで、運賃制度に手を入れましょう。運賃制度？本国で一般的に採用されている運賃制度は、対距離制と言います。お客様がご乗車された距離に応じて運賃額を計算します。対し、現在のオウニカ支社サウスシティ管理局では均一性運賃を取っています。文字通り、どこまで乗っても同じ運賃をいただいています。どこまで行っても同じ運賃って、なんだか平等に感じますね。そのように感じるのはまあ結構ですが、フェアであるとは言えません。一駅だけ乗車されたお客様と、市内の端から端まで乗車されたお客様。どちらからも同じ運賃をいただくのは、一
一駅だけのお客様からすれば割高です。今回の開発で管轄するエリアが広くなりましたから、このまま均一性を続けると不公平さが深まります。そこで今回よりゾーン制に移行します。ゾーン制？管轄エリアをいくつかのゾーンに区切って、ゾーンをまたぐごとに運賃を加算する制度です。大二課支社が全ての交通機関での乗降を速やかに行うため、改札を行いません。お客様ご自身で自己改札を行っていただきます。そのため複雑な計算が必要な距離運賃制は採用できません。誰にでも計算がしやすいゾーン制を取ります。サウスシティのゾーンはジャック・ダニエル駅、マッカライン駅を中心とした都心エリア、都心エリアを除いたビッグハーバーエリア、都心エリアを除いたスモールハーバーエリア、レフトティップエリア、ライトティップエリアの5エリアです。ゾーンの境界をまたぐと運賃が加算され、またいだ境界が多くなるとより高くなります。また乗車距離とは別に、乗車された交通手段の種類によっても運賃が変わります。これまでもトラムやトロリーバスは低廉で、メトロが高めの設定でした。今回からはメトロの速達性を価格に反映し、メトロの運賃を値上げします。その代わりトラムとトロリーバスの運賃を下げます。こうすることで、早く移動したいお客様はメトロを選び、ゆっくりでもいいけれど安価に移動したいお客様はローカル交通が有効となります。安く済ませたいお客様がメトロからローカル交通に移り、メトロの混雑が緩和され、定時性と快適性を向上します。またメトロ長距離の値上げを原資に、ローカル交通の運賃を値下げし、自家用車を持たず公共交通に生活を依存するお客様の勧誘性を向上します。以上の運賃施策を行った結果、実施前は 60% 台だった市民の交通満足度が 80% 台にまで向上しました。ただし運賃制度だけでなく、混雑する区間での増発など設備や運行面での細々とした改善も行っています。収入面に手を入れたので、実質面にもメスを入れましょう。従業員の幸福度が 90% 台となるよう賃金を上乗せします。結果、ドライバーがお客様を無視することがなくなり、車掌が検察回数を増やし、不正乗車がしづらくなり、保守要員のメンテナンス能率が向上します。金属疲労は事故のもとってメーデーで見たやつだ。さて、これよりビッグハーバー先進機械業区間の追尾映像です。 The next station is Makan. Change for Metro Big Harbor Line Local Train, Metro Small Harbor Line and Scott Line. This is Makan. Stand cleared of the closing doors. This is Metro Big Harbor Line Express Train to Logoin.Calling at Nonan, Yamazaki Yuichi Coffee Grain, Logoin. The next station is Nonan. Change for Metro Big Harbor Line Local Train and Metro Small Harbor Line Express Train. これよりコメント返信を始めます。久しぶりに聞いたわこの曲。昔はテッテッテを使うと画一的な印象でしたが、今や誰も使わないので、むしろ個性になるかなと。ドア閉まる言い始めるときに出発しだした。ご指摘を受け、放送が終わってからドアを閉めるよう改善いたしました。そして、イケボおじさん放送が廃止になりました。ジムビームとかホワイトホースとか、お酒飲みたくなってきた。支社長もウイスキー党ですが、本国に戻ったら蒸留所を立ち上げたいとかのたまってましたね。コメント編集は以上です。コメントくださり、ありがとうございます。ここからは字幕にて広告者の皆様をご紹介いたします。This is Nonan. Stand cleared of the closing doors.This is Metro Big Harbor Line Express Train to Logoin. Calling at Yamazaki Yuichi Coffee Grain, Logoin. The next station is Yamazaki. This is Yamazaki. Stand cleared of the closing doors. The next station is Yuichi.
This is Yuichi. Stand clear of the closing doors. The next station is Coffee Grain. Change for left it tram.This is Coffee Grain. Stand clear of the closing doors. The next station is Lagoon, where this train terminates. All change please. Change for Metro Small Harbor Line and lifted tram. Please remember to take all your personal belongings with you when you leave the train. All change please.This is not going where this train terminates. All change, please. ご視聴ありがとうございました。